ジェームス YouTube ストーリー。今回やる企画なんですけども、第4弾目ですかね、リフティングのあの企画を持ってきました。リフティングをしながら稲妻イレブンの技名を100個言えるまで帰れません。わおわお。まあね、この企画ね、毎回苦戦するんですよ。でもね、リフティングは無限にできるんで、あとは稲妻イレブンの技名を100個言えるかどうか、もうこれがすごい難関でございますということでですね、100個言えるまで帰れませんを早速、もうね、説明することないんでやっていきましょう。いきます。はい、カット。はい、カット。これも入れるから。うん、はい、カット。じゃあカットしてねえじゃん。よーい、スタート。ゴッドハンド、マシンザハンド、ゴッドキャッチ、ゴールスラッシュ、メガネクラッシュ、ドラゴンクラッシュ、ドラゴントルネード、ファイヤートルネード、どうしようかな、いろいろあるな。稲妻1号、どうしようかな、ザ・フェニックス、炎の風緑、ロケット拳、ザ・ウォール、ザ・マウンテン、ヘブンズ・タイム、疾風ダッシュ、キラースライド、ジャッジする、皇帝ペンギン1号、皇帝ペンギン2号、20、皇帝ペンギン3号、なし。ガリメテプロトン、幻ドリブル、RC シュート、04、ザッタワードリルスマッシャー、40。まだ40かよ。マジ出てこねえな、もう。津波ブースト、
58。くそー、もう出てきません。謝罪しよう。稲妻イレブン100個はね、ごめんなさい、これ以上出てきません。なんかあった他に。俺ゴッドハンドしか知らねえよ。100個言えるやつを用意してきます。さよなら。カットー。